資本論の表紙、マルクス。資本論は、カール・マルクスの著作。ドイツ古典哲学の集大成とされる、ヘーゲルの弁証法を、批判的に継承した上で、それまでの経済学の批判的再構成を通じて、資本主義的生産様式、常用価値の生成過程、資本の運動処方則を明らかにした。前3巻からなる。副題は、経済学批判。 冒頭に、忘れがたき、我が共勇敢、誠実、高潔なプロレタリアート前衛戦士、ビルヘルム・ボルフに捧ぐとの展字が記されている。2013年に、共産党宣言と共に、資本論初版第一部が、国際連合教育科学文化機関の世界の記憶に、登録された。1867年に第一部が、初めて刊行され、1885年に、 第2部が1894年に第3部が交換された。第1部はマルクス自身によって発行されたが、第2部と第3部はマルクスの死後、マルクスの意向をもとにフリードリヒ・エンゲルスの献身的な尽力によって編集、刊行された。第4部となる予定だった古典派経済学の学説批判に関する部分はエンゲルスの死後、 カール・カウツキーによって交換されたが、資本論という表題に関する判権の問題、カウツキーの独自の見解などにより、資本論第四部としてではなく、常用価値学説史の表題で刊行された。その後、ソビエト連邦のマルクス・レーニン主義研究所によって、新たな編集による版が刊行された。これはさらに集定されて、マークス・エンゲルズ・ベルケの第十六巻1、 三として刊行された。現在の日本語訳の多くはこれに基づいている。エンゲルス・マルクス時期筆の総工マルクスは、信頼に新聞の編集者として、物質的な利害関係を扱う過程で、次第に、社会変革のためには、物質的利害関係の基礎をなす経済への理解の必要性を認識し、経済学研究に没頭していった。 1843年以来、マルクスは、経済学の研究を開始する。亡命先のパリでの研究から始まり、9冊のパリノート、6冊のブリュッセルノート、5冊のマンチェスターノートなどとしてその成果が残っている。なお、これらのノートはいずれも、資本論総考ではない。1849年、マルクスは、ロンドン亡命後、 大英図書館に通って研究を続け、1850年から1853年までの成果として、ロンドンノート24冊を書き上げた。これはマルクスのノート中、最大分量を占める経済学ノートであるが、この時期のノートの内容には、国家学、文化史、女性史、インド史、中世史、また、時事問題など、 内容の異なる多くの論が並存しており、この時期にマルクスの研究が経済学批判に特化したとは言えない。マルクスが経済学批判に関する執筆に取り掛かったのは1857年からである。これは商品、貨幣を論じるごく一部のものにとどまり、経済学批判第一文冊として1859年に刊行された。また、 この時期の原稿は、経済学批判要項、常用価値学説史として、マルクスの死後に出版された。資本論そのものの総工で、最も中心的となったものは、1863年から1865年末までに、執筆された総工群である。ここでマルクスは、大まかな全三部の総工の形を書き終えた。ただし、これは、 問題意識に基づくメモが終わったという意味にとどまり、それを再吟味、再構成し、文章として除述し直し、聖書するという作業は丸々残された。この1863年から1865年までの総稿のことを新メガ編集委員はまとめて、第3の資本論草案と呼んでいる。しかしこの総稿も未完成のものであり、 マルクスはそのことに自覚的であった。この第2部と第3部の総工についてマルクスは1866年の段階でエンゲルスに当てて出来上がったとはいえ、原稿はその現在の形では途方もないもので、僕以外の誰にとっても君にとってさえも出版できるものではないと手紙に書いたほどであった。 1867年9月14日に第一部が刊行されたが、その後もマルクスは序述の改善を繰り返し、全く別個の科学的価値を持つと、自分で称するほどに納得できる版となった、フランス語版が出版されたのはようやく1872年から1875年であった。このように、マルクスは第一部刊行後も改定に改定を重ね、第2部と、 第三部の作業は大幅に遅れ、貧困と病苦の中で膨大な未整理倉庫を残した、まま、1883年に世を去った。マルクスは大変な悪質であったので、以降はエンゲルスしか読めず、編集作業は彼にしか行うことができなかった。エンゲルスは、マルクスが残した、膨大な倉庫と悪質の前に、夜間の細かい作業を余儀なくされ、目を悪くしたとされる。 なお2004年には、資本論第2部の編集に際しては、エンゲルスと共に、今までエンゲルス原稿編集の口述筆記者として扱われていたオスカル・アイゼンダルテンが、相当程度この編集作業に関与していたことが明らかになっている。経済学批判という題で、マルクスが最初に構想していたのは、全6編であったが、それは後に、 資本論全4部構成に変更された。マルクスの資本論構想は理論的展開からなる第1部第3部と学説史からなる第4部であった。しかし、マルクスの生前に刊行されたのは第1部のみで、後に残ったのは膨大な経済学批判に関するノート類である。現在それらの総工の多くはオランダのアムステルダムにある社会史国際研究所。 あるいは、ソビエト連邦の崩壊後に、ロシア連邦が引き継いだ、モスクワの現代史文書保管、研究ロシアセンターに保管されている。以下に述べる構成は、エンゲルス編集の1890年、原稿ルフ版定本、資本論の構成である。この編集は、エンゲルスの手によるものであり、新メが編集委員による検討が続けられており、 いくつかの異論が提出されていることに注意されたい。第1部資本の生産過程、第2部資本の流通過程第3部、資本主義的生産の総過程第1部は、資本の生産過程の研究である。商品と、貨幣資本論の冒頭部分を、日本共産党中央委員会附属社会科学、研究所資本論翻訳委員会役をもとに、翻訳した。 資本主義的生産様式が支配している社会の富は、巨大な商品集合体として、個々の商品はその富の要素形態として現れる。だから、私は、商品の分析から除述を開始する。49であラいしゅとむであげせいしゃふてん、インベルハンコピタリスティッシュプロデュークタイアンズワイズ、ヘアッシュド、アーシャイントオストアイネウィンゲヘウレウェアンサムラン、ダイアインゼルナ。 ウェアオストザイネーエレメンターフォーム、ウンセレウンターズーカングバグイントドエール、ミッドでアナライズでアウェア、マルクスは巨大な資本主義経済を構成する、最も単純でありふれた要素である商品の分析から出発する。商品は人間の欲望を満たす使用価値と他のものとの交換比率で表される交換価値を持つ。10関係に置かれた2商品は、 なぜ価値が等しいと言えるのか。使用価値が等しいからではない。なぜなら、使用価値が異なるからこそ交換の意味があるからである。では、商品から使用価値を取り去ると何が残るか。それは、商品とは、自然物に何らかの人間の労働が付け加わった、労働生産物である、ということだけである。二つの商品が等価であるというとき、 その商品の生産に費やされた労働の量が等しい。しかもこの労働はシャツや綿布といった具体的な使用価値を形成するような裁縫労働や食腐労働といった具体性のある労働ではない。労働の具体性を剥ぎ取られた抽象的な労働、単なる人間の能力の支出としての抽象的人間労働。 そのような労働の生産物として二つの商品は等しいとされる。抽象的人間労働の凝固物、これが価値の実態である。価値の量すなわち抽象的人間労働の量は基本的には労働時間によって測られ、その際に労働の強度や労働の複雑さが考慮される。さらに価値量を規定する労働時間は、 その商品を生産するのに必要な個別的、偶然的な労働時間ではなく、社会的に必要とされる平均的労働時間である。例えば、ある社会に、1日8時間労働で1着のシャツを作る商品生産者 A と、1日8時間労働で7着のシャツを作る商品生産者 B がいるとすれば、社会全体としては16時間労働で8着の シャツが生産され、平均すれば、一着あたりに2時間労働が、費やされていることになる。商品生産者 A が手にするのは2時間労働分の価値。商品生産者 B が手にするのは14時間労働分の価値である。したがって、よく誤解されるように、怠け者が得をするわけではない。商品の価値は、その商品の生産に費やされる社会的に。 平均的な労働量によって決まる。これがマルクスがアダム・スミスやリカードから受け継ぎ発展させた労働価値説のあらましである。しかし商品は自らの価値を自分だけで表現することはできない。ある商品の価値量は他の商品の使用価値量によって表現される。これが貨幣の起源である。商品社会である一つの商品の使用価値量によって 他のすべての商品の価値量を表現することが社会的合意となった場合、その特殊な商品が貨幣となるのである。貨幣商品の代表が金であり、その使用価値量、すなわち重量が貨幣の単位となった。また、商品の価値を貨幣で表現したものが価格である。ある商品の価格は需要供給の変動により、価値と離れて変動するが、 価値はこの価格変動の重心に存在し、長期的平均的には、商品が含む労働量によって、価値によって価格は規定される。商品や貨幣は、資本を説明するための論理的前提である。一般の商品流通は、自分の所有する商品と相手の持つ商品との間の貨幣を媒介とした交換の過程であり、商品貨幣商品である。 この流通は、買うために売る。つまり欲しい商品を手に入れ、その使用価値を消費することによって終わる。これに対して、資本としての貨幣の流通は、売るために買う、貨幣商品貨幣、である。この流通の目的は価値、しかも、より多くの価値を得ることであり、資本としての貨幣の流通は終わることのない無限の、過程である。資本とは、自己増殖する価値であり、 これが最初の資本概念である。資本を理解するためには価値とは何か、貨幣とは何か、商品とは何かが理論的に明らかにされている必要があったために資本概念の前に商品、貨幣、価値などの概念が説明されていたわけである。貨幣の資本への転嫁、常用価値の生産では資本はどのようにして価値増殖し儲けを得るのか。 その答えは、自ら価値を生産する特殊な商品すなわち、労働力商品を所有する、賃金労働者からの搾取によってである。機械などの生産手段や貨幣がそのまま資本になるのではない。ある歴史的条件の下で資本に転嫁する。その決定的な条件とは、生産手段を所有するブルジョアジーと、封建的身分からも、生産手段の所有からも、 自由となった労働力商品以外に売るべき商品を何も持たない賃金労働者の存在である。マルクスは産業革命当時のイギリスでよく見られたラッダイト運動を機械などの物質的な生産手段ではなくこの社会的な搾取形態を攻撃すべきだと批判した。労働資本は労働者から労働力商品を購買する。労働者はその対価として 賃金を受け取る。賃金は労働力商品の価格である。労働力商品の価値は、その再生産のために必要な費用、すなわち労働者と家族の生活費によって決まる。労働力商品の使用価値は、労働して価値を生み出すこと、しかも資本家にとっての使用価値は、賃金を超える価値を生み出すことである。 賃金を超えて労働者が生み出した価値が、常用価値であり、資本家がこれを取得する。これが、マルクスが、明らかにした、搾取の秘密であり、資本の儲けの秘密である。例えば、日当1万円の労働者が2万円分の価値を生み出すなら、差し引き1万円分の常用価値が資本家のものとなる。逆に言えば、常用価値を生まない労働者。 自分の賃金以上の価値を生み出さないような労働者は、資本にとっては購入する必要も動機もない。資本は、使用価値を消費する目的のために生産を行うのではなく、無限の乗与価値の追求、すなわち、儲けのために生産を行う。従って、例えばいくら飢餓が生じ、食料の生産が必要であっても、儲けが生じなければ資本は生産はしない。 逆に兵器など社会にとって有害なものでも儲けが出れば資本は生産する。マルクスはこのことを資本論の中で、まず第一に資本主義的生産過程の推進的な動機であり、規定的な目的であるのは資本のできるだけ大きな自己増殖、すなわちできるだけ大きい常用価値生産、したがって資本家による労働力のできるだけ、 大きな作手であると書いた。常用価値生産の二つの方法を絶対的常用価値生産と相対的常用価値生産資本が取得する常用価値を増加させるには二つの方法がある。第一に、労働力の価値が一定であるなら、労働時間を延長させることである。日当1万円の労働者が8時間労働で2万円分の価値を生み出すとき、 12時間労働に延長すれば3万円分の価値を生み出し、常用価値は1万円分増加する。これを絶対的常用価値生産という。ただし、この方法には限界がある。まず1日は24時間しかない。さらに賃金労働者は労働時間の短縮を求めて労働組合を組織して資本化に抵抗する。そこで取られる 第二の方法は、労働時間が一定ならば労働力の価値、または賃金を減らすことである。先ほどの労働者の日払い賃金を1万円から5千円に半減させれば、常用価値は2万円から2万5千円に増大する。これを相対的常用価値生産という。しかし、無前提に労働力の価値を減らすことはできない。労働力の価値、または賃金は、 労働力商品の再生産費、つまり労働者とその家族の生活費によって決まっている。資本の側から一方的に賃金を減らすことは、労働者を生活不能にし、労働力商品の再生産を不可能にさせる。賃金労働者なくして資本は、常用価値生産できないから、短期的にはともかく長期的には、このようなことは不可能である。ではどうするか それは生産力の上昇によって可能となる。生産力を上昇させ、労働者の生活手段を構成する商品の価値が安くなれば、労働者の生活費も安くなり、労働力商品の価値が低下し、賃金を引き下げても労働力の再生産が可能となる。賃金を半減させるためには、生産力が2倍となれば良いのである。個々の資本は、 より安価な商品を目指して生産力を上昇させるために相互に競争している。この競争が諸資本を強制し、個々の商品を安くさせ、生活費を安くさせ、賃金を引き下げる前提を生み出している。生産力を上昇させる手段には、協業、分業に基づく協業、自動労働機械製大工業があり、マルクスはそれぞれについて分析している。 日本資本主義における、正社員の長時間過密労働は、絶対的上用価値生産の概念によって、非正社員の低賃金は、相対的上用価値生産の概念によって、よく説明することができる。資本の蓄積賃金労働者を搾取して資本が得た、上用価値は、資本家の所有するところとなる。資本家はこれをすべて消費することも可能だが、 資本の人格化としての資本化は、個人的消費を節約して、常用価値を再び資本に転化し、資本蓄積が行われる。ここから資本化の金欲の結果、富が蓄積されるという社会的意識が生じ、金欲を善とするプロテスタンティズムが資本主義の精神となる。資本の蓄積の過程は、ますます多くの賃金労働者が、 資本に包摂されることであり、資本人労働関係の拡大再生産である。歴史的にヨーロッパでは、養毛生産のために、封建領主が農民を土地から追い出す囲い込みによって、農村から駆逐された農民が産業都市に移住し、プロレタリアートに転化した。資本主義の初期に現れる国家の暴力を利用したプロレタリアートの創出を、本源的蓄積という、 また、相対的乗与価値生産に伴う生産力の増大は、乗与価値から転嫁される資本について、普遍資本に対する可変資本の比率を相対的に小さくしていく。こうして、賃金労働者のますます多くの一定部分が相対的過剰人口に転嫁する。資本主義的生産の下では、一方で、資本家の側には富が蓄積され、他方で、 賃金労働者の側には貧困が蓄積されていく。これをマルクスは資本蓄積の敵対と予備生産関係の観点からこの現象を分析した辞書の哲学の貧困第二章第一節を引用している。資本蓄積の発展に伴って生産は次第に集積し自由競争は独占へと転化する。 賃金労働者によって担われる生産の社会化が進む一方で依然として富の取得は資本家に委ねられて主的なままであり資本と賃労働の間の矛盾はますます大きくなるこの矛盾が資本主義のとぶらいの金となるとマルクスは第一部を結ぶ第一部では常用価値が生産過程において 賃金労働者からの搾取によって生み出されていることを示した。乗与価値は、利順、利子、時代の本質、実態であり、利順、利子、時代は、乗与価値の減少形態である。これらについては、第3部で分析される。第2部は、資本の流通過程の研究、すなわち、資本性的生産様式の再生産に関する研究である。第1部が、 マルクス自身が構成や叙述の仕上げ、観光まで関わったのに対し、第2部はマルクスの死後、残されていた、いくつかの走行をエンゲルスが編集、観光したものである。第1編と第2編は、資本の循環や回転などを扱っており、個別資本の流通過程での運動を考察した。いわば資本家が経営の上で資本の動きを見るときと同じ視点である。 実際、マルクスは、工場経営者であったエンゲルスに、しばしば資本の回転率などについて、紹介の手紙を送り、経営のリアルな現実における実務を学び、この走行に反映させている。第3編は、社会全体における資本の流通過程の研究である。再生産論と呼ばれる、理論分野で、社会的総資本の観点から、資本性的生産様式を維持。 持続するために、資本の生産、流通、再投下が、どのような制約、条件の下で行われているかを考察したものである。マルクスは、フランスワーケネーの経済表に刺激を受けながら、再生産標識と呼ばれるモデルを作り上げ、マクロ的視点から、資本の流通、循環を論じた。第三部は、資本主義的生産の総過程の研究である。第三部も、 第2部と同様に、マルクス自身の手で刊行されたものではなく、マルクスの走行をエンゲルスが編集したものである。第3部は、第1部と第2部の研究を踏まえ、資本主義経済の一般的、普遍的な諸現象である費用価格、利潤、平均利潤率、利潤率の傾向的低下の法則、利子、時代などを扱い、資本主義経済の全体像の再構成を試みた。 エンゲルスらの編集方針は長らく最も権威あるものとして扱われ、現在でも資本論という時には、マルクスが完全に責任を持った一部とともに、このエンゲルス編集の二部三部を含めた全三部を指すことが多い。しかし、その後マルクスが書いた資本論走行の研究が進み、エンゲルスの編集成果を踏まえつつも、現在残されている走行全体からより、 マルクスの正確な資本論構想が浮かび上がってきた。資本論の走行とその準備労策と考えられるものを以下の7つに大別して記述する。2007年現在も観光中の新メガ第一部、資本論の予備、準備労策は15巻24分冊が予定されており、その構成は以下のようになっている。マルクスが資本論で用いた方法は、 資本主義社会全体の混沌とした表彰を念頭に置き、分析と総合によって資本概念を確定し、豊かな表彰を分析しながら一歩一歩資本概念を豊かにしていくことを通じて、資本主義社会の全体像を概念的に再構成するという分析と総合を基礎とする弁償法的方法である。表彰された具体的なものから、 ますますより希薄な抽象的なものに進み、ついには、最も単純な初期定にまで到達するであろう。そこから今度は、再び後戻りの旅が始まるはずであって、最後に、再び人口にまで到達するであろう。だが今度到達するのは、全体の混沌とした表彰としての人口ではなく、多くの初期定と初関連を伴った、豊かな相対としての人口である。これが、 マルクスが資本論で用いた上昇、加工といわれる方法、ヘーゲル弁証法の批判的継承とされているものの革新の一つで、その方法の革新は、唯物論を基礎とする分析と総合による対象の概念的再構成である。資本論のサブタイトルが経済学批判であるのは、当時の主流であった古典派経済学とそれを受け継いだ。 経済学への批判を通じて、自説を打ち立てたからである。マルクスが、資本論において、古典派を批判したその中心点は、古典派が、資本主義社会が、歴史的性格を持つことを見ずに、自然社会と呼んで、あたかもそれを普遍的な社会体制であるかのように、見なしたという点にある。すなわち、資本主義社会は、 歴史のある時点で必然的に生成し発展しやがて次の社会制度へと発展的に解消されていくという歴史性を見ていないというのだ。マルクスは資本論第一巻の後書きにおいてこのことをヘーゲル弁証法に言及しながらこう述べた。その合理的な主体では弁証法はブルジョアジーやその空論的代弁者たちにとっては 忌まわしいものであり、恐ろしいものである。なぜなら、この弁償法は、現存するものの肯定的理解のうちに、同時にまた、その否定、必然的没落の理解を含み、どの生成した形態をも、運動の流れの中で、従ってまたその経過的な側面から捉え、何者によっても威圧されることなく、その本質上批判的であり、革命的であるからである。今日、 マルクス経済学やマルクス主義に対しての賛否、評価は様々であるが、資本主義の経済システムが何らかの法則を有すると認める人にとって、その法則解明の第一歩は、資本主義経済の価値論の研究であり、つまりは、資本論の読解、これが必須の課題となる。資本論は、資本主義的生産様式とそれに称号する、生産。 公益書関係を研究した著作であり、共産主義の未来モデルを描いた著作ではない。ただし、マルクスは、資本主義の所得調を、資本主義以前の生産様式の場合や、未来の共同社会の場合と、しばしば対比している。資本論全三部の中で、共産主義社会と記載されている箇所は、第一部の、共産主義社会では、機械は、ブルジョワ社会とは、 全く異なった躍動範囲を持つと、第二部の共産主義社会では、社会的再生産に支障が出ないようあらかじめ、きちんとした計算がなされるだろうのわずか2箇所である。マルクスは、資本主義とは異なる、共同的な生産様式を、結合的生産様式、結合した、労働の様式、共同的生産、社会化された生産などと表現している。 より詳細な規定としては、共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体、労働者たちが自分自身の計算で労働する社会、社会が意識的かつ計画的な結合体として組織などがある。また、資本論において国家は重要ではなく、 意識的計画的管理、意識的な社会的管理及び規制といった形で、市場の無政府性を理性によって規制するという一般論が述べられているだけである。マルクスは、資本論第三部で、自由の国と必然の国の問題に触れ、共産主義革命の目的を述べている。すなわち、経済が、資本主義イコール上余価値の追求から解放され、 社会の合理的な規制のもとに服して、社会の必要に対する生産という経済本来のあり方を回復するが、それでも生産は人間が生活していく上で必要な富を作り出すための高速的な労働がいる。しかし、この時間は時間短縮によって次第に短くなり、余暇時間が拡大する。資本論第3部では、 この時間の拡大によって人間の全面発達が行われ人間が解放されるとマルクスは主張した。元々のマルクスのプランに基づく資本論の復元については様々な議論が起きている。現在、マルクスとエンゲルスのすべての著作物を刊行する新メガの試みが国際的な共同作業で行われ、この中で 資本論の構成についても吟味されている。この新メガにおける大通部、資本論及び、準備労作全15巻24分冊の編集は、L ・ミシケービチ、L ・バシーナ、E ・バシチェンコ、大谷・テイノスケ、C ・フォルグラート、R ・ロート、E ・コップフ、大村・イズミ、M ・ミュラーなど、各国の研究者により、進められている。 表彰された具体的なものの徹底的な分析から議論が進むため、マルクス生前の生活必需品や様々なものの価格の記載が多く、当時の一般労働者の生活を伺える資料としても貴重であるという見方をする人もいる。2013年6月には、そのドイツ5番初版第一部が1848年の共産党宣言の総行とともに、 ユネスコの世界の記憶に登録された。第一部のドイツ語初版は1000冊発行された。マルクスのサイン入りは世界で15冊確認されており、日本には少なくとも4冊ある。大矢文書く、マルクス全集の1920年の官報広告。ありがとうございます。